午前4時、本日初めて新入社員が出勤します。おはようございます。今日からお世話になります。よろしくお願いします。元気なのはいいんだけど、はい、こっちの部屋でおじいちゃんおばあちゃんたち寝てるから、はい、ちょっと声量落とそう。あ、こっちに寝てるんですか。一人前の介護士を目指す一人の若者がいました。国家資格を取得して念願の介護職に就いたエリート新入社員に密着します。じゃあまずこの部屋のおじいちゃんから起こそっか。わかりました。おじいちゃん朝ですよ。もう朝か。もう少し寝かせてくれ。おじいちゃんみんな起きてるんで起きてください。あと5分だけ寝かせてくれ。起きてください。何やってんの。もっとお年寄り体弱いんだから、はい、優しくゆっくり起こしてあげないと。あ、わかりました。すみません。何やってんの。はい、じゃあおじいちゃん朝ごはん食べに行きましょう。ちょ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 。はい、おじいちゃん他の人もみんなねご飯食べちゃったから急いで食べますよ。はいはいはい、急いで食べてください。はいはい、急いで食べてね。あ、やばい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 。ちょ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 。何やってんの。ね、どうしたんですか先輩。お年寄りすぐ喉詰まらしちゃうから、はい、ゆっくり食べさせてあげて。あ、すいません気づきませんでした。次から気をつけてね。はい、じゃあ次散歩行くよ。あ、わかりました。じゃあおじいちゃん散歩行きますよ。いやいい天気ですね。いやそうですな。僕元体育館系なんで走りたくなっちゃうんですよね。あ、来たんだ。おじいちゃん止まりなさい。お年寄りは体弱いんだから、はい、優しく扱ってやれないと。あ、すいません。戻して車に。はい、すいません。おじいちゃんごめんね。よいしょ。よいしょ。じゃあ行きましょう。じゃあじゃあおじいちゃん輪投げするからここに入れてみよっか。こんなの100発100中で入れてやるわ。うん、下手くそだぜ。下手くそ。おじいちゃんもう一回やってみて。下手くそだって。この距離外すの死んだ方がいいよ。おじいちゃんもう一回もう一回もう一回。いや下手すぎだろお前。ちょ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 、はい、はい、おじいちゃんの頭叩かない。そうやって。あ、これダメなんですか。ダメだよ。ダメだよ。あ、すいません。友達じゃないんだから。これジョップもダメだって。あ、これも、これも、これもダメ、ダメ、ダメ、すいません。ダメ、はい、暴力がダメ。すいません。じゃあもう夜勤の人と交代だから、はい、帰る準備するよ。あ、わかりました。じゃあね、おじいちゃん。お疲れ様。お疲れ様です。今日一日、現場で働いてみて、どうだった？職員の方も、お年寄りの方も、みんな優しくて、僕ずっとここで働けたらいいなと思います。よろしくお願いします。お前はクビだ。楽しい歌、悲しい歌、いろいろあるけど。ちょっと大丈夫。どちらかというとこの歌は楽しい方。何何。俺笑ってないじゃん。はい、じゃあおじいちゃん輪投げするから、うん、ここに入れてみて。こんなの 100% じゃん。こんなの 100% じゃん。じゃあおじいちゃん輪投げするからここに入れてみて。こんなの100発100中で入れちゃう。100発100中。100発。え、マジで大丈夫。入る施設マジで。マジで施設入る。オッケーオッケー。大丈夫大丈夫。サンバー。